選手権どうこうじゃなくて、俺はプロになれるかどうかっていうところで考えてたから、清武とか新次君とかボンちゃんも、あと陽一郎とか、帰って3年間終われって思ってたよで、これすごい絶対聞きたいなと思ったんですけど、高校部活をどのように思ってたのかなと思って、ユースの選手。例えば静岡で言うと、やっぱり高校サッカーの方が取り上げられるわけじゃないですか。あとは選手権に憧れとかあったのかな。選手権どうこうじゃなくて、俺はプロになれるかどうかっていうところで考えてたから、どうしたらプロに一番近いかなって思って、そこだけしか考えてなかった。ユース上がりたいっていうのもあったけど、上がれなくて、そこからどこ行ったら一番プロになれるかなって思って、もしもう一回人生やり直せるとしても、いかにプロになれる環境かとか、プロになってから生き残れる環境はどこかなっていうところで決めるかなって思うね。山本さんはいかがですか。まあ、高校サッカーは高校サッカーでみんな頑張ってほしいなと思って、静岡県代表とかすげえ応援してたし、うんうんうん、だから川端さんの学校さんの代の時に藤枝東が全国準優勝したじゃないですか、うんうんうん、あれも藤枝東も優勝してほしいなって思ってたけど、うんうんうん、その一方でプリンスで俺ら藤枝東に勝ったしって思ってます、うんうんうん、そういうのはやっぱね、僕らあれ公式戦で直接対決ありましたよ、バントとプリンスで。ああ。そう、僕が高1の時と高3の時かな。で、高1の時は同じクラスにサッカー部いっぱいいて、担任もサッカー部の監督だったんですよ。へえ。それってなんか言われたりしない？まあ、なんかちょこちょこ言われたりはしますねだ、それは、ま、負けれねえなと思いましたけどねそれは思うね。俺ら大学中は一回負けなかったから。川端さん、ごめんなさい、どんな高校生活でしたか。7時から筋トレ、クラブハウスに行って、それ終わってから片道10キロぐらいチャリこいで学校行って、寮を戻ってまた夜練習行ってとかって感じ。キーパー特になんか居残りでとかあったから、まあ、なんかフィールド走ってない日に走らされたりとかもあったし、もうね、多分ね、誰しもが思ってたけどね、早く年末のオフ来いって思ってたよねで、あと早く3年間終われって思ってたよとりあえずなんか毎日必死だったこの時でしたっけ、あの代表候補に入ったの、一緒にやってほしい、なんかしなきゃ呼んでもらえて。有名なので言えば清武とか新次君とか香川ね、あとまあゴンちゃんもそうだし、あと陽一郎とか、その時か分かんないけど、今チームメイトの安田小舞台とかも。山本さんはどうでした、高校生活。まあ、授業終わったらすぐ寮に帰って、で練習にあの移動するのに観光バスみたいに用意されてるんですよ。あ、聞いた聞いた聞いた、それみんなで移動して練習やって、またその観光バスで帰るっていうのだったんですけど、でも僕高1の時からもう学校終わって、で寮に帰らず、もうそのまま自転車で練習場に行ってたんですよ。でもうバスより1時間ぐらい先に着くんで、何人かと一緒になんか自主練やったりとかで、で終わった後またチャリで寮まで帰るっていうのをずっとやってました。トップ選手との交流とかもあったんですか。ある。もう鹿島なんてクラブハウス一緒だから、グラウンドも隣だし、もう毎週ホームだったらチケットもらってスタジアムの2階席で見てたし、練習も何回か参加させてもらったりしてたから、身近な存在だったよね。毎日のようにプロの選手と触れ合えて、試合も見に行けて、そこはすごい恵まれてたなと思うよね。トップの選手は、まあ、練習場とかクラブハウスは違うんですけど、若手選手が同じ寮に入ってたんで、その人たちと、まあ、お風呂で一緒になったりとかっていうのはあったんで、何人かのその時の若手選手の方とは普通にお話しさせてもらったりとかしてましたね。で、まあ、試合もスタジアムが寮からすぐだったんで、ホームの試合もちょくちょく見に行ったりとかできる環境だったんで、なんかやっぱ J リーグクラブがある街はすごいなと思う。うんうんうん、なんか普通に高校の同級生とかでも、全然サッカー関係ない子でもジュビロの話するし、これが J1 クラブのある街かっていう、ちょっと感動したのは覚えてます。なんか印象に残ってる選手とかチームメイトとかいます？まあ、同じ学年だったら今と大畑は大学でも一緒だし、沼アスルでもトップであの一緒にやってるんで、付き合い長いんで、まあ、印象に残ってるっていうかすごい縁がある。今藤枝でまだ選手やってます。まあ、同期で今まだ現役でやってるのは佐藤和弘って、今大分に今年た選手がいて、まあ、やっぱ当時からすごい上手かった印象ですね。で1校上の学年がすごい強くて、4人プロに行ったのかな、高校から。誰、康介と星谷と須崎さん、センターバック。あ、それはジュビロじゃないところから
入ってきたんですけど、あと海くんが湘南、うん、ああ海ね、あそうだね、準優勝だもんね。そうそう、個人の能力がすごいなと思いました。川俣選手はついにプロへの道を開いたので、経緯とかも含めてそこを教えてほしい。夏のクラブユース終わって、そこはまあプロに上がれるか、大学練習行って行けるかどうかっていうところで、俺だけ何大学どこ行きたいとか聞かれてなくて、みんな練習会行ってるのに、え、俺もし上がれなかったらどうすんのみたいになって、ドキドキします。ドキドキだよね。もうずっとなんか上がれるかどうかなんか微妙みたいな雰囲気だったから、クラブユースが最後のチャンスかなって思って、聞いたら上げる方向で考えてるって言ってもらって、あ、プロになれるんだって思って。山本さんはの順天堂大学に就任する。そう、僕も高3のクラブユースの全国前ぐらいに進路とかそういう学校のこととかを面倒見てくれるスタッフの方が一人いて、その方と面談して、で僕は、まあ、高2の夏から大怪我したこともあって、そのストップ上がらないかが多分その土俵にも乗ってなかったんで、大学どうするかって言って、僕高1の時からずっと早稲田に進学したいって言ってて、早稲田にそのスポーツ系の学部があるのも知ってて、でそこでに行きたいなってずっと1年の時からそういう面談があった時は言ってて、で高3の時にもその夏のいざ決めようってなった面談のところで同じことを言って、でこういうことを自分は勉強したいんだっていうのも伝えた時に、順天堂の方がいいぞとその方が言ってくれて、でたまたまその担当した方も順天堂出身だったんですよ。でその場で順天のサッカー部の当時監督されてた方に連絡してくれて、で多分その面談の2日後ぐらいに大学に行ったんですかね。すごいねそれ。でいろいろそのサッカー部の監督の方が話させてもらって、入試はこういうのがあるぞとか、いや、そう、それこそ、まあ、さっきの高校の時の話にも思うんですけど、怪我めちゃくちゃ大変だったんでしょ。まあまあかなり。俺聞いてびっくりしたもん。長い間リハビリして最後復帰できたんでしょ、高校の。あ、そう、復帰できたっていうか、最後 J ユースカップって大会が最後なんだけど、その時のジュビロは最初グループリーグがホームアンダーウェイであって、アウェイの試合には3年生連れてかないっていうのがあって、もう 1,2 年で行くっていう、はい、あ、そうなの。でやってたんですよ。へー。なんでもう決勝トーナメントに勝ち上がらなければ、そのグループリーグのホームの試合の一番最後が引退試合になっちゃうんですよ。でもう結構最後の方でもグループリーグ勝ち上がるの厳しいなぐらいの状況になってて、でホームのその予選の最後の試合があって、でその試合の3日前ぐらいに、僕それまでずっとリハビリやってたんですけど、いや練習に合流するって言われて、でその最後の試合に先発で出たんですよ。出たっていうか、まあ、出してもらえたというか、でまあそこで、まあ、うまいこと1点取れて、でまあ試合も勝って最後いい感じで終われたっていう。やっぱ怪我が大きかったわけじゃん。やっぱ大学でプレーはしたかった。まだやっぱ入学した時はまだ完全に治ってないというか、まだそのまま治療が続いてたんで、なんか大学入ってからも手術したり入院したりもして、最初の2年間ずっとリハビリというか、もう部活にも一切入らず、サッカー部の監督もとにかくもう部活に入っちゃうといろいろ試合に行ったりとか大変だから、とにかく治すことに専念しろって言ってくれて、3年になる時にサッカー部入れてくださいって言って、で入って、まあ、そこから、まあ、チームに入ってやらせてもらった感じで、本当にブランクじゃないけど一番体が動くときにやっぱそういうことになるんだけど、なんかもう俺計り知れないんだからここから本当にカムバックっていうのは本当に尊敬してる。だから大学3年で初めて練習に合流したときはそのギャップにびっくりしたけど、すごいなんかこう置いてかれた感があったから、でまあ、これででももう一回その試合出るぐらいのところまで、まあ、戻れたらっていうか、そこまでやれたらなんかこう、ね、僕から発信でいろいろ伝えられることもあるんじゃないかと思って、そういうのも考えながら頑張れたような感じはありますけど。いやーすごいよ、うん、すごい。本当に尊敬してるもんね。いやいやいや、まあ、でもただやりたいっていうだけだよ、うん、その気持ちが消えなかったからね、頑張れたんだ。本当そうだと思う。うん、大学リーグ出たんでしょ、関東。大学リーグはそんなたくさん出たわけじゃないけど、最後はちょろっと。だって本当関東リーグに出れる選手が本当に一握りなのに、それを乗り越えて出るっていうのが本当にすごいと思う。
運が良かった部分もあると思うけど、大学卒業後は大学にちょっと残ってた。そう、大学院に2年残ってすごいな。もうちょっとちゃんと勉強しようと、もう自分がもうプレイヤーとしてやることはないなと思ったんで。あ、大学最初の4年間がスポーツ医科学コースっていうコースがあって、そこでまあトレーナーとかそういう勉強もしてて、で大学院に残った時はどちらかというとスポーツマネジメントみたいなのがメインで、その大学最初の4年間であんま勉強してこなかったところをもうちょっとやりたいと思ってて、でそこからアスルに入るわけで、はい、アスルはもう最初からコーチとして入ったんですか？いや、最初はコーチじゃなかったかな、それこそ森川さんの手伝いみたいな、うん、いろいろでもスクールのコーチとかもやってたし、かなり広い範囲をカバーしてました。そのアスルの歩みってどんな感じだったの？コースでは入ってから JFL の2年目に入ったのかな、うん、で JFL の3年目で成績残して J3 昇格が決まって、で J3、 2017年から J3 で今年4年目。そのいわゆるユースチームをできたりとか、 J のチームで各条件があるのをその年ごとにクリアしていったんだよね。そうそう、 J2 のライセンスを取るにはユースチーム必須で、まあ、成績はもちろん取らなきゃいけないんですけど、成績以外の条件はもう早いうちに整えておくに越したことはないなと思って、で、まあ、そのユースの立ち上げのところとかもちょっと関わらせてもらったりはしたんですけど、あとはもうでも本当にグランドだけってところだもんね。そこだけといえばそこだけだし、そこが一番難しいんだね。そこが一番難しい。うん、今回そのコロナの状況とかすごい大変じゃなかった？うーん、そうだね、やっぱあの子供のスクールとかはすごい大変だったんじゃないのか。できない、本当だからできるできないが本当にゼロか100かみたいな感じになっちゃうから、じゃない逆にそのゼロ100にならないように何かを作るチャンスでもあったかなっていうような感じはしてたけど、そういうことだから今流行りのリモートとかをいろいろ使ったりとか、なんかこう新しい発想が生まれるのはこういう時だなと思って、なんかできないかなっていろいろ考えたけど、まあ、そしてやっぱ外せないのが岡山選手と、まあ、伊藤輝選手もそうか、もうやっぱその2人の存在って大きいんじゃないですか？やっぱすごい、すごいと思う。すごいって言えば何がって感じだけど、本当にもうすごいっていう。中山選手に憧れてきた選手っていうか、まあ、子供だったから、BJ2 とか J1 のチームに負けないチームを作りたいというか、MVP とか得点をまあまあ出ないんだけど、優勝する鹿島のためにやっぱ試合出て恩返ししたいという気持ちが一番あって。